デカ350系351愛知電機、鉄道デカ350系電車は、愛知電機鉄道が運用していた、電動貨車。一両のみ存在した。後年愛知電機鉄道が、名古屋鉄道へ、吸収合併されたことに伴い、では350型と解消された。愛知電機鉄道は、旅客量の増加に対しては、従来の小型で四輪単車構造の電一系。 電2系、不一型より一回りを大型の二軸、ボギー台車構造の電3型を1921年導入して対応した。一方、貨物、荷物輸送は開業時より電車に貨車を牽引させて対応していたが、今後も増加する貨物、荷物輸送への対応策として、電1系のモーターや電気機器を再利用した電動貨車を製造することとなり、1921年に、 野上製作所で製造しされたのが本形式である。車体は木製であり、正面は三枚窓。車体中央に荷物用扉が設置されていた。荷物の運搬のほか、貨車の牽引も行っていた。1935年8月にアイデンと名機鉄道の合併によって、現名古屋鉄道が発足すると、デカ350型は名鉄へ継承され、 では350型に改称されたが、1940年に廃車された。愛知電気鉄道の電動化車は、デカ350系の一形式一両であるが、その後に導入されて、電気機関車はデキ360系、デキ370型と連番となっている。名鉄資料館、平成27年秋特別展、名鉄の電気機関車、デキ写真展。ありがとうございます。